どうもこんばんは、なっちでございます。今回は久しぶりに検証でございます。ファイナルファンタジーコラボが、始まっておりますけども、あのコラボってほとんどの敵が倒れるときになんか喋ってくんですよね。遺言じゃないけど、なんかゲーム内のきっとセリフを喋ってるんでしょうけど、まあ、そういうのがありますと。これを追い打ちしたらどうなるんですかっていうね、リクエストがね、昨日あたりからすごかったんで、ちょ僕も気になるんでやってみたいと思います。はい、この流行りの紙結びでやってみたいと思います。どうですかね、体力残ってるようには見えないんで、もしかしたら喋る前にこう追い打ちでコインを散らしていくっていうなんか想像もできるし、そっちしか想像できないんだよな。1位がどこで入るかですよね。やってみたいと思います。さあ行きましょう。1階のカオスって喋ったっけ？カオスはなんか喋らんかった気がするけど、まあ喋らなかったとしても、とりあえずね、どんな感じかね、まあ多分皆さんやってると思うんでわかると思うんですけど、こいつはなんか喋らんかった気がする。喋らんよね。2階のこいつは喋るね、ウボアみたいに言うんで、一回そのウボアを見たいと思います。ちょっとね、回復取っとかないといけないね。はい、これが普通の場合。あ、残ってますね、HP 少し。これワンチャンあるよ。あ、こいつも喋らんかった気がする。こいつも倒しましょう。次喋んのはあれですね、なんか強いやつ、ゼロムス。あいつは喋りますよね。ギャームだよね。喋らない。さあやってみようか。我は滅びぬを喋るのか喋らないのか。さあ実験開始。あ、喋るんだ。喋るんだ。追い打ち無効じゃん、実質。そういうことだよね。言ってしまえばそういうことですよね。追い打ちのダメージがいつもより早いタイミングでね、入った気がしますね。なるほどね。まあ、こんだけなんですけど。今日はね、これ以上やることはないんだけど、そうなんだ。まあでもこれでまたね、僕を含めたくさんの方のモヤモヤが消化されたらね、よかったです。これも多分ダメだよね。全部ダメなんだね、きっと。判定がそもそも違うんですね。はい、ありがとうございました。ちょっと実験でね、申し訳ありません。で、あと余談というか動画の話なんですけど、3人マルチの方にも行ったんですけど、ちょっとね、壇上が短すぎてあっさり終わっちゃって、まあ、動画にするほどでもないなと思って動画にはしません。でもあいつを使う動画はあげます。ヤズマットみたいな、あいつね、ヤズヤみたいな。初ゲット、なんだこれ、かっこいいな。イダのスファライ。もはやなんか日本語でもない気がしてきたな。イダのスファライ。カメラ、プロンプトのカメラ。頑張りますか、頑張りますか。よかったよかった。なんか素材が2個落ちました。ありがとうございます。なんか3人コラボの、3人コラボじゃん、3人協力の方はダイヤのスキル上げばっか落ちますよね。はい、ということで今回の検証結果は、まあ、多分クローズとかも喋るよね。そういうコラボ系の断末魔って言ったら悪いな、死に際に喋るスキルは追い打ちで倒せないと。あれを見るのは強制ということですね。はい、ということでセリフの検証でございました。バイバイ。